マイクマンのとこにやってきたのは本来の理由があるからですね。私、長くバトルロードの試合をやらせていただきます。最高のバトルでした。まあ、少なくともオリコンばっか使う人を見たことはない。あのさ、とんでもない愛着を感じるんだよなっていうのは伝わったと思いますよ。やっぱ、大事ですよ、愛着って。やっぱ、自分の好きなモンスターだけでずっと使い続けたね。だからもう印象に残りますよね。現代の大会ですか？印象に残るわけないじゃないですか。で、確か、これでフラグが立つんじゃないかな。おお、マイクマンのこの顔よ。おお立ち絵が変わった。魔人からの挑戦ですよ。そう、暇人。通称暇人です。あ、どうやら、ダークドリアムが、もうラブレターのことが、あの太い腕でね、書きにくいなってなりながらペン走らせたみたいですよ。さあ、魔人からの挑戦状ということで。おお、腕くんドリアム、どうした？魔人の蜂はマイクマンから聞いたぞ。あ、どうだら、いつも暇していて視聴者企画を荒らすやつらしいな。モリさん、どうしたらいいんでしょう。あまりにも危険なのには、確かに、普通に考えたら街の人とダークドリアムってどういう世界線なのな。ドラゴンクエストの世界線やね。まあ、ええねんけどさ。ダークドリアムと街の人おる状態ってすごいよな。確かに。いや、よりに私がついてる危険なことない。まあ、確かに、あなた、ドラゴンクエスト8でそこそこ強いんじゃなかったっけ。割と強かったんですよね。確かに。まあ、でも、モリ一人でダークドリアム勝てんのかな。Sタークぐらいは倒せるかもしれないけど。あ、本人のあるのみ。受けるわけないじゃないですか、そんなんね。鬼コン、こっち、我、鬼コンボぞ。ちょっとね、鬼コンボはね、もう、下級悪魔みたいな感があるんですよ。ちょっと、ダークドリアムはちょっとな。怖がることがありますよ。勇者は王者なんだから。まあ、せやが、拒否権ないんやな。モリ、知ってんな？お前、さては、お前、ワイが全ての大魔王をライアンに倒したこと知っとんな？よくぞ恐れずに言ったな。いや、一回恐れたから。一回いいえって言ったの、お前聞き逃してんだよ。さすが王者ならじゃないんだわ。一回お前聞き逃したよね。お前知ってるやろ。俺がライアンで大魔王全部倒したことを。お前知ってるから言ったな、さては。もうこれまで以上に厳しい。もう、どうなんだろう。正直ね、ライアンチャレンジよりよほど楽だと思うんだけどね。そんなかかんないでしょ。よくぞ来たよ、王者やれよ。まあ、できました。まあ、パーティーが固定なんでね、準備も減ったくでもないんでね。はい。さあ、ここから PV が入りますね。うむ、宇宙へと旅立つぞ。どういう技能なのかわかんないんですけど、まあ、今から皆さん見ててください。まあ、簡単に言うと、はい、今からムービー入ります。これ多分ね、CM で流れてたムービーみたいなの流れてますよね。バトルロード筐体が飛び立ちます。はい。どういう理論なのかわからないんですけど、バトルロード筐体が飛び立ってこうなります。原理は俺もね、何周かやってるけど、どうしてこの原理なのかわかんない。なんか、ちょっとダサいんだ。誰がどの原理でこんなの開発したのかわかんないですけどね。そして宇宙衛星スラブラスターの中にダークドリアムがいます。確かによくよく考えたら宇宙衛星スラブラスターって3枠モンスターなんで、1枠であるダークドリアムが入るっていうのはおかしな話でもないのかなと思います。あれ、でもそうなるとエスタークって3枠モンスター、あれ、ここは一体マルエバトルで、これはこれね、ついにね、ダークドリアムのその配下たちが飾り付けしたんですね。その通りだ、モリオ、私のダークドリアム、来た。バーンって立ち絵出てきた。どうだこの飾り付け、子供たちのバトルエネルギー、私の眠りから読める。うるさいったやん。お前、アパートの隣人かよ。子供たちがうるさいからか。で、ちょっと子供、私も童心に帰りたくなったなみたいに飾り付けちゃってもうとるやんか。なんかちょっと飾り付けてるような、そのなんかモニター4つも出しとるのは完全そのお店の飾り付けみたいになってるよ。大魔王に対してさ、言ったんやろな、お前。飾り付けしろって。ちょっと楽しくしようぜって。割と楽しんでね。だから、ちょっとチャンスやろ。私を目覚ましたバトルロードやって、バトルロードを全て達成してる。ゲームやで、お前やること今から。さあ、いよいよ始まりました。裏エンディングを目指すには、今まで、まあ、大会モードでね、理不尽な目に遭ってきましたけど、まあ、簡単に言いますと、大魔王召喚状態、フラットの状態から、すべての大魔王を倒すってことです。まずは白目の球体、デスピサロを除く球体を、まあ、倒せってことですね、フラットの状態から。正直言っていい？お前はもう
うね、シャープ2ぐらいで倒されてる。いや、正直ね、いや、マジでガチで言うと、勇気がフラットからの状態でもさすがにいけると思うんだよな。なんでかって言いますと、竜王は、私何度もやってますけど、白目竜王。モリリアン3体で勝ててるんすよ。じゃあ合体モンスターのこいつルーが負けたら一体どういうことなのかって話になりますからね。モンバトビクトリーに優しいね。モンバトビクトリー初心者でも優しい設計された竜王です。何が優しいかって1ターン目攻撃しません。1ターン目攻撃しません。5ターン目も攻撃しません。はい。優しいです。行動が非常に優しいことで有名な竜王です。白目竜王は、初めの初見実況者が、こんなん勝てるわけないやんって言っても、あ、なんか、勝っちゃった、俺しかいねえんじゃねえかって言わせることね、希望、モンバトビクトリー始めたばかりの人でも、なんか、あ、やったっていう、ちょっとね、希望を与える存在になってくれるんですよね。はい。で、かつ、この白目竜王ってどんだけ楽かっていうと、スライム一つ目ピロ、炎の戦士っていう森連3体がいるじゃないですか。あいつらで SP 使ってなくても勝てます。はい。何を言ってんのかわかりませんけど、カードを何一つ持ってない状態で全部パスで SP 使わなくてもこいつ勝てますからね。そんな相手ですよ。そんな程度の相手なんですこいつ。なんでオリコンが、オリコンが負けるわけないと。はい、合体モンスターですよ。しかも SP 使っていいんですよ今回。今回 SP も使えるから、さすがにここはオリコンボでね、ちょっとオリコンボさすがにここは行ってくれると思うんですよ。行くぞ、セイカンウルトラセーブ、はい。まあ、ちゃんとダメージ与えてるなら大丈夫大丈夫、いけるいける。さすがにこれ負けるとは思えねえけどな。まあさすがにね、うん、今日のねこの400打点をポンポンポン出してって4ターン目に光の玉使うだけで勝てるとは思うんですけどね。4ターンで、あ待って、たまるかな。あっ、どどどどどどだ。煉獄の火炎か。3ターン目煉獄の火炎で、まあ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 、うん、はい、え、ちょっと待て、お前。え、ちょっと待て、光玉でこれたまんないやつだ。あ、光玉たまんないやつだ。この勇気だと、たまらないですね。え、いや、暗黒耐性結構折りコンボありますからね。ね、ね、ね。勝負あり。惜しくも王者が負けてしまいました。惜しくも惜しいどころか。え、森根以下の存在、え、森根以下の存在なの、え、森コンボって。王者とはこれ、え、どのものなのか。王者って、あの、いつ何段なんだろう。ユウさんは勇気を振り絞って魔人に挑戦するのに戻ってきた。勇気も減ったくれもね、もうね、2時3時でもうおとぎ腹。勇気を振り絞り、勇者の行進、竜神王の刑2の太刀でいきます。さあ、竜神王の刑2の太刀を持ったことによってね、竜王が特攻取れになりました。ご了承んじゃないか。オトマーアークデモとオーギルチン、なんと見てください、さウルトラスタンプ。なんと変わるんですね、第3の差ウルトラスタンプに。鬼コンボいらんくなってきた。勇者と組むことによって使えるようになった大喜利。いよいよその真の力を解放するときがやってきましたね。今までね、僧侶や賢者のとき、戦士のときにね、バトルマスターのとき、もう、てか、こいつの運ゲーを全然避けられなかったんですけど、ついにいよいよウルトラスタンプです。お前がウルトラスタンプ使うんかいってなりそうですけど、ついに第3の技、ウルトラスタンプ。まずは竜神王の剣二の太刀ということで、竜滅剣ですね、サクッと特攻取ると思います。もう折り込むことは忘れてあげてください。せーの、はい、オッケー。レベル9だからね。で、イオナズン弱点取れる、全然大丈夫。行くぜ、本出して、イオナズン行くぜ、強いよ、はい。うわー、強い強い。てか竜王が耐性をがね、あ、来た、行くぜ、スーカー、うーん、強い。もうこれでいいじゃん、もうこれでいいやんねえ、 OK、 もうこれでよかったやんねえ。あのウルトラスタンプが使えるんだったらさ、鬼コンボお前いらないやん。さ
だここにつまずいてとりあえず勝たないとちょっと未来がねやばいですね。さあ黄色最大やるとこやった。あとはもうライアンチャレンジで強くしたこの指の連打にかけるだけです。よっしゃ、オッケー。いや正直だってさ、スライム一つのピールを炎の戦士 SP なしで倒せてんだよこいつ。まあ今回はね勇者の関係上 SP は鬼コンボ一択になるんですけどあ来た、行くぜウルトラスタンプ行くぜー、ぐるぐるぐるさーの、あれーあれ打つことに、あ、かわいい。まあね、に勇気をためられればいいんですけど、行くぜぐる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 、あ、せーの、はい、あれえ、お、あ、え、お、ちょ、か、うん、かわいい。かわいいな、やっぱ、大きいし。なんかさ、このなんか縛りやってるとね、いろんなモンスターが可愛く見えてきて仕方ないんですよ。わーはー、ちょっと何してんの、お前。削り殺しそう、もはや。なんかね、アークデーモンは、新イオナズン？正直ね、耐久あんまねえなって思ってたのよ。耐久ねえな、こいつとか思ってたよ、俺も。でもさ、もう串刺し強いし、なんか攻撃面アークデーモン強いんですよ。大喜利は、まあ、耐性が優秀だね。はい。大喜利は耐性が優秀だね。うん。で、まあ、会心打点はまあ悪くはない。貯めるもある。貯めるは強いからね。で、コングヘッドはね、まあ、物理しか使えないけど、炎のノック、なかなか威力高いし、まあいいなーって思ってるんですよ。そうするとね、鬼コンボって何なんだろうな多分、この白目大魔王でさっき負けたところを見ると、かなり鬼コンボ厳しいもんだと思いますよ。かなり鬼コンボ厳しいんじゃないかなと。はい。ちなみにもうとどめ打ちる勝ちです、これは。SP なかったら、多分、つばぜり合いの有無ってだいぶでかいんですよね。あ、じゃあ最後、綺麗に締めちゃって。行くぜウルトラサソンこれでええやん。もう、鬼コンこれでええって。いやー、大喜利のウルトラ、正直ね、大喜利のウルトラスタンプって僕ほとんど見たことなかったっす。この縛りをやって初めて見たレベルかな。多分動画に出てきたのもう初めてじゃない？ウルトラスタンプで出てきたのは。いやー、俺使ってない技って結構あんな。今度取ろう。やっぱ使ってない技とか、やっぱレパートリーがあるっていいっすよね。どっかの通常攻撃だけのゲームとはちゃうわー。